1994年生まれ、今年まだ21歳です。こういうことやってるとね、お前に愛国心があるのかと、非国民、売国と、こういうことあります。でもね、一回考えてほしいんですよ。今どちらに愛国心があるのか。集団的自衛権の行使用に、これ日本を守るための戦いじゃないんですよ。地球の裏側まで行って、 3.11 の時、熊本地震の時、体を張って命を張って日本人の命を助けた自衛隊員を日本の国防と関係ない戦いに巻き込ませていく、そういうことを今やろうとしてるんですよ。これを許していいのかどうか、これ問われなきゃいけないでしょう。7月10日の参議院議員選挙、こういう本当に大事な選挙です。つまり改憲勢力が4人当選したら、なんだ東京の人はいろいろ自民党に文句を言ってるけど、ちゃんと改憲勢力4人通してくれたじゃないか。じゃあどんどん改憲進めよう。今自民公明と大阪なんとやらというところから出てる人、全部改憲勢力じゃないですか。この4人を通したら3分の2ですよ皆さん。なんとかこれだけはね、これだけはなんとかしなきゃいけない。そろそろ戦略的に投票を考えてください。いや共産党も頑張ってますよ。いや他の無党派の皆さんも頑張ってますよ。しかし3分の2の壁を改憲勢力に突破させないためには、民進党の蓮舫さん結構強い、そして共産党もしっかりやってる、あと1人改憲阻止の議員が出れば、少なくとも3人が当選すれば、東京における改憲勢力の3分の2は阻止できるじゃないですか皆さん。あえて仲間中の仲間だから、私から本人のに代わって言います。一番弱い人を頑張らせてくださいよ。当選可能性があって一番危ない人を頑張らせてくださいよ。これが戦略的投票じゃないですか。小川俊夫さんが今最下位で争っている方、その人を応援をしている政党、そこにいる人たちが野党共闘を進めようとしたことに反発した人たちですよ。野党の顔をしているけれども与党になりたい、そういう人たちに野党の票を入れさせていいんですか。自民党や公明党、安倍政権がおかしいと思っている人たちが間違ってそこに票を入れても何にも変わらないですよ。小川さんが私たち若い世代に向けて言ってくれた言葉をここで引用します。若い人のことを考えているのは若い人だけではない。私のような多少年を取った者の方がよく考えていることもある。本当にいい日本を築いて明日の社会を若い人たちに支えてほしい。そのためには若い人たちが持っている能力を生かして努力に見合った活躍の場が与えられる社会を作りたい。間違っても戦争という惨禍を味わわせてはならない。平和と民主主義を守る、それが年がいった世代の責任だと考えて取り組んでいます。小川さんはこういうふうに言ってくれました。ものすごく誠実な言葉だと思いました。まあ、緊急事態条項もうお話があったかもしれませんけど、本当に緊急事態と、この緊急事態もひどいんですよ。まあ、日本が攻められた時、まあ、これは多少分かんないわけでもない。でも大災害があった時、これで緊急事態いいのかな。もう一つはその他総理大臣が緊急事態と認めた時、言い換えれば安倍さんが緊急事態と宣言した時、国会は止まっちゃってですね、総理大臣が命令出せばそれが法律だ。これじゃ一気に独裁政権じゃないですか。もう歴史がありましたよね。ナチス・ヒトラーが民主的と言われたワイマール憲法で政権を取った後、この緊急条項を使って全ての権力を掌握して、でずっと緊急事態のまま破局の道に至るまで権力を独裁した。その緊急事態条項が自民党の憲法改正草案に入ってるんですよ。およそひどい。なんでもう現代のこの民主主義の国家の中でより良いものを求めよう、そういう世界の中で、なんでこんなひどい後ろ向きのこういうひどい憲法草案ができるのか、信じられない。信じられないけど、でもやろうとしてる人間がいるんですから。
安倍さんを先頭に自民公明という人が、でこの信じられない憲法をどういうやり方をするか、もう分かってますよね。去年の秋の憲法違反の安保法案、もう強行採決する場に私もいました。まあ、ちょっと白髪頭で少し頑張ったところもあるんですけども、とにかく許さないけども、でも安倍さんのやり方は、決めたことはもう国会の審議なんかはどうでもいいんで、とにかく自分が やりたいことは自分が決めた道は行くんだ、あとは国会審議はもう儀式なんだと、そういうふうに審議している形を取っていけば、あとはもう数の力で押し切っちゃえという、こういう人なんですから。その上、選挙でもですね、もうこれまでの選挙もそう、経済この道、消費税を先延ばしこの道と言っておいて、選挙やっておいて、終わったらやることは、集団的自衛権ですから、秘密保護法ですから、今回も全く同じことをやろうとしている、ひどい、騙すし、強硬だし、まあ、こういう方が本当にひどい憲法の内容、こんなことを、この選挙、参議院選挙で本当に、この参議院選挙で本当に止めなかったら、日本はどうなっちゃうのか、本当に安倍政権に持ってかれちゃうよ、悪い方にと、私はそういう思いで、そんなことになってはいけない、もう日本の将来、民主主義、若者の将来を守るために、本当に熱い気持ちで、絶対に負けないと。私は、保育園落ちた、日本死ね、このブログを安倍総理に初めて質問をした時の安倍総理のあの対応が、今の安倍政治の丸ごと全てだと思ってます。皆さんご存知ですね、安倍さんなんて言ったか、誰が書いたか俺は知らんと言った。知らんとおっしゃるからお伝えしようと、私ブログを読み始めました。そしたら自民党の席から、後ろから左から、ものすごいヤジの嵐を浴びました。そのヤジを浴びたのは、その場では私だったかもしれない。でもその先にいたのは、名もない一人のお母さんです。大丈夫そう。地図が長島はダメだな。同じ選挙区で立候補されている大阪維新の田中康夫さんなんですけれども、大選でもおっしゃっているのは、大阪維新を安倍政権の補完勢力と位置づけるのはレッテル貼りだと、我々の代表は安倍政権の自民党の改憲草案にも反対しているし、九条を守るべきだと思っているし、憲法のいいものは守るべきだというような訴えをしています。一般の有権者から見ると非常に分かりづらい違いが、野党を共闘した4党と違いが分かりづらい状態にもなっているんですが、そのことについてどう思われますか。国会でのこれまでの対応だとか、やはり今までの過去の、ね、安保法制の審議の時での、行動だとか、その辺を見れば、そうではないということは明らかだと思いますので。